TAC メイト田中屋本店タックメイトは株式会社三つコプロビジョンズが展開している日本のコンビニエンスストアの一つである現在は中部地方近畿地方にボランタリーチェーン方式で20店舗ほど展開している電話で店内にある商品を配達してくれる宅配サービスを行っているのが大きな特徴である 加盟店のお店の大半が酒屋だったこともあり、昔から配達を行っていたことを生かして、高齢者をターゲットにしている。コンビニ名の由来は、タックが宅配のタックで、名とは仲間を意味している。かつては、JA と共にミニスーパー複合店舗として、JADAC という屋号も存在した、展開したが、閉店した。2016年12月をメドに、 株式会社ファミリーマートから株式会社ココストアリテールへココストアおよびエブリワンの残存店舗が譲渡されることになった。それに伴い残っている関東、東海、近畿地方及び沖縄県のココストアはタックメイトへの野合変更が同年9月より順次実施されることとなった。焼きたてパンや惣菜事業は一部店舗で引き継がれることとなった。同月下旬には 三浦子グループが、旧ココストアの一部店舗について、従来のココストアの名称に戻す方針を表明したとする一部の報道も出たが、2021年時点で実現していない。しかし、沖縄県内の店舗は、タックメイトに転換されてから数ヶ月で閉店。それ以外の旧ココストア店舗も多くが閉店、ブランド変更をしており、ココストアからのタックメイトの店舗は、 タックメイト松屋のみとなっている。また、栃木県、茨城県では、同業他社のポプラと提携し、デュアルブランド、ポプラ TAC メイトとなった店舗も存在した。炊きたてご飯のポップベニア一部24時間営業を実施した店舗もあったが、閉店や三浦コプロビジョンズ運営のポプラブランドの店舗に転換されるなどしており、現在は、この野号は存在しない。また、 従来から関東地方にタックメイトは数店舗存在したが、ここストアから転換された店舗も含み全店閉店しており、事実上関東地方からは撤退している。TAC メイト南つもり店、ありがとうございます。